次、もうね、時間もどんどん迫ってきましたので、いきますよー。次はこちらです。知られざる三河南町の謎。南北朝ってわかりますか。あ、はい。この間もちょっと話題になりましたけどね。ムーミンクラブでね。日本史。<laughs> はい。<laughs> はい。ね。南北朝。南北朝っていつですか。え。千年ぐらいですか。 千年。が。もうダメだ。はい。ね。はい。鎌倉時代から平安時代。平安時代が鎌倉時代ありますよね。鎌倉幕府ができててね。大体ね、あの武、武家。ね。はい。まあ平安時代まではですね。ね、公家とかね。天皇がなん、なんかね、まったりと政治やってるわけだね。うん。それが。ね、武士。はい。武家の台頭してくる。ね、平家だ。源氏だ。うん。 鎌倉幕府っていうのでね、はい、できるわけだね、うん、そこはいわゆるこう政治的なことをやっていくといだから権力を武士が持っていく、うん、だん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 天皇の力これ地点の君ってね、うん、から武士に移っていく中で、ね、まあいろんな反応も起こすわけだよ承久の乱とかね,、うん、ね平治の乱とか、うんうん、いろんなこんなのがありますけどもで最終的にはもう幕府ができちゃうから、まあ、政治は全部 まあ今もそうだよね天皇陛下は別に政治に携わらないでしょ。うん、だからそういう実質の政治を行うのが幕府で鎌倉幕府できたんだけれどもいや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 おいおいおいもともと天皇は違うだべ、はい、っていうことでまあいろんなござござがあったんだけども天皇自らが、うんね、政治やろうと

はいね、足利尊氏がまあ要は後醍醐天皇と対立するようになるわけだな。で鎌倉幕府から兼務の申請を経て、うん、足利がこれ室町幕府をこの京都のね,、うん、ね金閣寺とかあるじゃん、ね、室町幕府を開く、はい、足利だよ。で この足利氏が、まあ、天皇を、ね、コントロールしていくわけだね。うん、でお後醍醐天皇は目障りだからさ、うん、もう退位しろと、うん、もう陛下ねもうい,いかにしろと3回ぐらい反応起こしてるからねもうい,いかにしろよと、うんうん、で別の天皇を立てるね、うん、これが北朝だよ命、うんまあ、で言う北朝。でもこの後醍醐天皇は ね一旦ねそれをこう、ね、認めたんだけどもいきなりこう京都から吉野奈良の吉野ですわね山の奥のね、はい、ちょっと行ったらもう熊野ですわ、ねうん、吉野に行ってそこで新しい南朝、うん、南朝を開くって言い方もあれなんだけども要はね 天皇が即位するためには、ねはい、今回のあのね、うん、イギリスの国王の、ね、即位式戴冠式の時にも必要なものってあるわけだよ椅子とか杖とか石だとかなんかこういくつかあるんだよ。うんうん、それがないとそもそも正式ではない。うん、ね。だから南朝はい 国長の天皇の、ね、光明天皇皇ね光か即位したか知らねえけどもよ、うん、三種の神器もねえくせに即位したって「いい <laughs>」もう全然それはダメだから <laughs> こっちにあるからこっちにあるから本物みたいなでね、はい、で一応三種の神器渡したってことになってんのよお代目天皇がねほら室町幕強いからさ渡したけど「いいそれ偽物」。<laughs> イェーイ、半分はこっちだからがニーン。<laughs> って作ったのは南朝よ。あじゃあやっぱり南朝の方がやっぱりね。今でもあれよ南朝。うん、だからあのー、明治時代になってその南北朝清純論ってなって南朝の方が正統であるっていう話になって、うん、その公言天皇とか公認天皇の北朝は皇統、はい、から外されたんだから。うん、外されたのよ。うんうん、で。 あの後醍醐天皇でしょで次があれだよあの息子の後村上天皇<ー>後上で後村上天皇の次ねもうその息子が長慶天皇、うん、今回のテーマはその長慶天皇、はい、まあ大体ねこの南朝後南朝とかって言うんだけどさこれまんねで,でこの長慶天皇の話、うん、これ不思議なことに竹内文書とか。 はい、宮下文書とかねそういったねコシコでもね大体この南朝の長慶天皇に関わってくるのよ。ん本当にに藩で押したようにこう出てくるんだけどもこの長慶天皇が、はいね、さっき言ったようにね南朝は吉野に開かれました吉野にね今でもありますよね、うん、もうここに古代後醍醐天皇のねいわゆるもう皇居があったんだとかね。はいその 後醍醐天皇の次後村上天皇の時は、まあ、結構ね、あのー、足利の室町幕府がこういっぱいこう、ね、攻めてきてそこからこう大阪とかさもうちょっとキーのところとかいろいろ場所を転々,、ねうん、々としてその長慶天皇の時には。 これもね長慶天皇は果たして即位したかどうかっていうのは微妙なの明治時代になって改めて即位したってことにはなってはいるんだけどその資料がないんでだから江戸時代まではねこ長慶天皇っていうのはこの皇には,は入ってないんだよねうまあそういう恨みつらみもいろいろあるんだけども<ー>この長慶天皇が実は三河出身だっていうのが今回の記事、はい、三河ですよ。よ三三三河河河でですね三河で生まれてて育って、うん それはもうあの制止というかね教科書にはそんなこと一言も書いてないよ書いてないんだけど、はい、地元ではそういう伝承があるとうん、うんお。竹内文書ならんね青木文書っていうのがたあってたら<ー>必ずそういうの出てくるんだな。ねでもやっぱりそういうの聞いたりするとまとめたくなるわけじゃないですか。うん、長慶天の長慶寺っていうね寺なんかもあったりとか、はい、もうそういうこう。 南朝の皇居があったっていう史跡がこう一い,っぱい、うん、またねそういう一派がいるんだなはい、はい、南朝ファンが、うん、南朝支持派が <laughs> 支持派がねこっちの方がもう正統だからなうん、うん、これ一応ねあの歴史的にはこのご亀、はい、山天皇という時代に,、うん、にまあ南北朝が合一してなるんだけどもうん、うん、その時もまたね三種の神器は。うん 本物じゃねえとか偽物じゃねえとかね、うん、また奪い返したとかねどっちだこっちだってゴタゴタがずっと続く、うん。そ、ね、鬼のラマで続くで結局どっちが本物なのか答えが知りたいところそこは大変だ、ね。ね、そこはデリケート。<laughs> <う>明治時代まで引っ張ってんだからこれ。ね、明治時代になって南朝は正しかったっていうね明あのゴタゴタになっていろんな学者がわあ行ったんだけど、うん、最後は明治天皇だも思 明治天皇が南朝は政党以上本当のこれで終わってだから今皇居の前に楠木正成の像が、はい、あ中心ってねじゃ南朝だから一昔前まであったらね、うん、楠木正成っていうの北朝から見たらさ逆進だからさおいって話なんだけどもちゃんと楠木正成は天皇に忠実な中心であったという、うんね、あの家紋もね菊水ってね 菊の門半分になって、ここに水がこうやってね。はい、よくね、右翼がこうやるで。菊の門はちょっとね、はばかる。るね、<ー>中心である。まあ、まあ、今回はね、その三河。五南町があったという。うんうん、取材しましたよ。山の中にね。すっげい山、石巻山っていう山の中の。はい、そこに。 あの小松天皇の祀った祠があるとか言って「早え!みいねいえ」みたいな「小松天皇」っ聞いたことねえわみたいなそれは南朝の,朝のこれまたね系統がまたち,ちょっとまた実験ねでも実際長慶、まあ、天皇の系ではないんでまたねこれが面倒くせえ話なんでそれは誰とあまあ聞,聞くと長いんですねもねこれが長いからずっと行って<ー>あの戦前にね三浦天皇っての出てくるんだよで自称天皇っていうシリーズがあるわけ。 自称天皇シリーズ自称天皇熊沢天皇とかさその中の一つに三浦天皇ってそれは三浦さんが三浦さん三浦陛下三浦陛下がの流れとしてやっぱ三河とかあるという三浦天皇が祀られている神社でも守ってらっしゃる方がいらっしゃるいるみたいちゃんといるねちゃんと。ってことはそこはもうちゃんとね山の中まで行って。 でね、もう,、はい、もう蚊に刺されながらもさ <laughs> 全然違うところに巻い込んでね、はあ、で聞いてもどうやっても分かんないみたいになってようやく地元の人に聞いて聞いてあっここにへえ<ー>去年さそういうことでさ一回遭難してるからさそうですよね、うん、トラウマになっちゃってさ今回は大丈夫だったんですかそうそう山を甘くく見ちゃいいいけないみたいな <laughs> 意外に近くに近あって、ね、おこれあ でも一、ね、回、ね、通り過ぎちゃうでもそんな天皇の、ね、関係するところなに通り過ぎるぐらいの小さなのはこ,こらだったけどね。へ<ー>全国各地にその南朝のあるのよ、はい、こう南朝伝説っていう,うん、うん、これ岡山にもあるしねお岡山に全国に大体長慶天皇系長慶天皇が伸びてきたっていう。う これあれだよあのキリストの墓の近くにもね長慶天皇の墓っていうねへもうこれは本当に南朝ってね一つのトラウマだね,<ー>ねまあそのあんまりこう知られてない三河は、はい、南朝まあ本当は五南朝って言った方がいいのかもしれないけどな、えー、その辺のところね興味のある方は、はい、ぜひ,ぜひご覧になっていただけはいお読みくださいありがとうございます。